こう静岡にある石川農園に来ました。ここではキラピカっていうキラキラしたイチゴが取れるそうです。イチゴちゃんおいで、今日のイチゴちゃん、キラピカさん、あ、キラピカさん来ましたね。キラピカは静岡で5箇所も取る場所がないんだって。珍しいね。キラキライチゴ食べたいね。イチゴはキシリトールがたくさん入っていて歯にもいいそうで、妊婦さんにもいいみたいです。葉酸が入ってるから。これ私たちぴったり。実は食べた後にオープニング撮ってますついてるからもうバレバレだから言うスタイルね。あ、ありがとう。あー、あ、うわー、なんで食べた、なんで食べた。え、これかわいいじゃん。かわいい。これさ、赤ちゃんじゃない。なのママ。なのママ。そう。じゃあ、ひなの食べる？これ。食べる？食べる人。やっぱ両手空いてないときついな。じゃあさ、ひなのカメラのま、ほら見てごらん。ひなの。食べる？どう？次食べたいの？あるよ。あれ？赤ちゃん取りたいの？美味しいね。お口大きいじゃん。ママ食べちゃうの？これ。うん。甘っ。うん。じゃあさ、これ取る？取る？これはパパが食べるから大丈夫です。パパいるか。パパ。これはひなの。ひなの？え、誰よ？これ。これどうし、これ。これにする？これね。じゃあひなのさ、練乳つけちゃってみようよ。初めての。ひなの初めての練乳です。じゃーん。あ、なにこれ。おいちい、おいちいかな。やだって。わ、いいな、ひなのそっち行けてパパにひなのお願い中。写真も撮りたいな。すごってかわいいな。いやいや、あ、ひなのママにあんして。ママにあんしてほしいな。あんしてほしいなまあまあ死なないと思うよ。ね、待って、あんして。今度こそあんね。ありがとう。ひなのからもらったの美味しいな。うわ、ちょっと下手とて、ひなの。この人何個食べんの？先っちょだけ一番おいしいとこ取った。1歳で何個までとか、その食べちゃいけない量とか特にないみたいなんですけど、ひなの多分もう10個ぐらい食べたかな。あとビタミンが一番多いんだって。だからちっちゃい子供も安心して食べれるみたいです。これちっちゃい。
ほら、お店見よう。いちごある、いちご。お店見る？このいちごジャムめっちゃ使いやすいっすよね。楽しかったですか？楽しかったね。じゃあ次回もお楽しみに。